ボートは1000メートルまたは2000メートル先のゴールまでの速さを競う競技で、その中でも自分一人の力で艇を進めるシングルスカルは、相手だけではなく自分との戦いも求められます。まあ、風がない時とかに漕いだら自分が進んだ跡というか水の感じがすごく綺麗で、それを見るのが楽しいです。こう話すのは今治西高校1年の尾藤義明選手。昨年10月に開かれた全国選抜大会四国予選で優勝した四国ナンバーワンのシングルスカルの選手です。準決勝とかでは他の人に負けてしまうところもあって、決勝始まる前とかもすごく緊張してたんですけど、まあ、自分のやってきたことを信じて勝てたので本当に良かったです。尾藤選手は中学時代からボートに乗っていましたが、本格的に乗り始めたのは今治西高校に入学してから。入学から2ヶ月後に行われた愛媛県高校総体に男子シングルスカルの選手として出場すると決勝まで進出。決勝では5位に終わりましたが、大きな飛躍を遂げました。その時は、まあ、今に比べて全然ボートのこととかもきちんと分かってなくて、その時と比べて試合までにしなければならないことみたいな、そういう予定を立てて練習することの大切さを学びました。10月の全国選抜大会四国予選決勝は、自身の持ち味であるスタミナを生かした粘り強い漕ぎで混戦を制して優勝、全国大会の切符をつかみました。全国大会でもいい結果が残せるようにしたいです。今治西高校2年の山田小春さんは、全国選抜大会四国予選で2位入賞し、全国大会への出場を決めました。今までの大会とかですごく悔しい思いをすることが多かったので、全国選抜の予選会でもすごい不安とか焦りが多かったんですけど、先生とかマネージャーとかの指導とかアドバイス応援とかですごく支えてもらって助けてもらって、コンディションはそんなに良くなかったんですけど、自分らしく落ち着いて勝負することができました。山田さんは中学時代はソフトボール部に所属していましたが、今治西高校のボート部の先輩に憧れを抱き、高校入学を機にボート競技を始めました。中学生の時にコースタルローイングの世界大会があって、そこで今治西高校の先輩方が活躍している姿を見て憧れを持っていて、高校入学した後に体験行った後も先輩たちがボートに取り組んでいる姿を見てかっこいいなとか自分もやってみたいなと思ったのがきっかけです。今年度の愛媛県高校総体では決勝に進むも6位に終わり、悔しい思いをした山田さん、次こそは全国に行けるという周りの人たちの言葉に勇気づけられたことが今回の結果につながったと振り返ります。今までは全国出場を目標に頑張ってきたんですけど、しっかりと切り替えてそれだけで満足せずに入賞することを目標に頑張りたいと思っています。ボート部顧問を務めるのは富田光先生です。2人を鼓舞する大きな声が玉川湖に響きます。尾藤についてはとにかく粘り強い漕ぎが特徴で、後半みんながバテてしまいそうな時こそ自分を奮い立たせる、そういった力強い漕ぎが彼の特徴だと思います。山田については本人も自負があると思いますが、何事にもひたむきに一生懸命取り組めるので、最後の最後一踏ん張りがやっぱり体が動くというのが山田の強みですね。ボートを通して人間として成長してほしいなというのが僕の気持ちでして、ボートで活躍して全国で
活躍するのも一つなんですが、まあ、その周りにいろんな人が集まってくれて喜んでくれるような選手になってほしいなと思っております。2人が出場する全国高等学校選抜ローイング大会はボートの甲子園と呼ばれる大きな大会で、全国のブロック予選を勝ち抜いた24クルーが出場します。大会は静岡県浜松市で3月21日開幕。選手たちの大舞台での活躍に期待しましょう。優勝を目指して頑張ります。